ユバシティはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部サッター軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。1849年に設立された。2010年国勢調査でのユバシティ人口は64,925人であり、2000年からは77%増加した。2010年3月時点で失業率は20.8%であり、アメリカ合衆国の都市の中でも、 第3位と後位にある。ユバシティは、サッター軍とユバ軍にまたがる、ユバシティ都市圏の主要都市である。2007年の都市圏人口は16万4138人で、ある。カリフォルニア州内の都市圏としては、レディングやチコに続いて、第21位である。また、サクラメント大都市圏の一部とされてもいる。ユバシティの地域には、マイド族インディアンが住んでおり、 19世紀初期に、スペイン人やメキシコ人の遠征隊が訪れた。ユバという名前の起源は、これら遠征隊が訪れた時に、川の側に野生のブドウが生えているのを見つけ、スペイン語のブドウの綴りを変えて、ユバと名付けたというのが通説である。メキシコ政府は、今日のイワシティがある土地を含め広大な地域を、開拓者のジョン・サッターに特許し、その土地から1848年に金が、 発見された。サッターは何人かの事業家にその土地の一部を売却した。これら事業家は、湯葉川とサクラメント川の支流フェザー川の交流点近くに町を建設し、上流の近郊に向かう数多い金炭鉱者に食料などを販売する商業中心に発展させることを目指していた。これと同じ時期にフェザー川の対岸に別の町ができており、これが後にメアリーズビルとなった。 1852年、ユバシティにはホテルが1軒、郵便局1軒、住居が約20軒あり、人口は約150人になっていた。1854年にユバシティはサッター軍の軍庁所在地に選定された。しかし同年の住民投票で、ニコラウスの方が良い場所にあると判断され、軍庁所在地が移された。さらに2年後の1856年、 軍の有権者は、ユバシティを軍庁所在地として選び直し、それ以来、ユバシティは軍庁所在地を続けている。第二次世界大戦後に初めての人口流入が起こり、住宅地は当初の中心部から西と南の方向に拡大した。市内に入ってくる大量の人々のために果樹園が住宅地に転換された。百五十五年十二月、 北カリフォルニアに嵐が続いて滝のような雨を降らせた。雨水が地域の川を全て溢れさせ、堤防を破壊した。湯ティで起こったクリスマスイブの堤防破壊は特に破壊的なものであり、38人の命が失われ、中心街には大きな損害を出させた。1955年にユバ軍空港のマネージャーだったディック・ブラントによれば、 ヘリコプターで救出されたサッター軍従人は550人内し600人に上ったとされている。1961年3月14日、核兵器を運んでいた B-52 ストラトフォートレスがユバシティ近くを飛行している時に圧力以上で高度を下げざるを得なくなった。このために予定以上に燃料が消費されて不足する事態になった。B-52 機は 急油機が来る前に墜落した。操縦士が退出命令を出し、乗員が高度1万フィートで脱出したが、操縦士だけは人家のある地域を避けるために高度4000フィートで脱出した。機体は破壊された。マーク39核融合爆弾2発は衝撃で破壊されたが、爆発は起こらず、放射性物質の流出も起こらなかった。ユバシティは、 北緯39度8分5秒、成形121度37分34秒、北緯39.13472度成形121.62611度、39.13472-121.62611に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は9.4平方マイルであり、このうち陸地は9.4平方マイル、 水域は0.1平方マイルで、水域率は0.64%である。湯橋地の地域は、州都サクラメント市から北に40マイル、サクラメントバレーの中にある。世界最小の山脈であるサッタービュートがある。フェザー川が市の東境界となっており、この地域は、フェザー川バレーと呼ばれることもある。フェザー川の対岸に、臨手のメアリーズビルがある。湯橋地は、 地中海性気候であり、温暖で雨の多い冬と暑く乾燥した夏が特徴である。1月が最も降水量の多い月であり、7月が最も乾燥し暑い月である。雨季は10月半ばに始まり4月半ばに終わる。この時期はしばしば雨が降り、濃い地上霧に覆われることが多い。特にエルニーニョ現象の時の豪雨あるいは冬の暴風雪で。 積もった山の雪が春に洪水を起こすことがある。バレエの中では、降雪は稀だが、北からの寒波が雪や氷をもたらす。春の初めは、雨が多いが次第に乾燥し、夏が近づくと暖かくなる。4月は春の中でも雨が多い。5月はいくらか降雨があるが、冬の嵐というよりも、雷雨の雨である。春の果樹園や畑は、草木の花で埋まる。 6月から9月は乾燥し暑い季節である。雨はほとんど全く降らないが、稀に南東からのモンスーンで雷雨が起こる。7月と8月は最も暑い月であり、気温は下肢90度後半に達する。熱波は通常6月から9月に起こる。夏の夜にサンフランシスコベエリアから来るデルタブリーズが気温を和らげ、湿度を上げる。このデルタブリーズが強いと、 サクラメントバレーの中にも海岸の霧を運んでくる。秋は暖かい日々から始まり、次第に冷涼で湿度が上がり、霧が発生しやすくなる。9月から10月半ばの気温は急速に下がり始め、雨と霧をもたらす。10月半ばから11月は、降雨と霧の発生率が高くなる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内には、 世界最大のドライフルーツ加工会社さんスウィート、フロワーズインコーポレーテッドがあり、1988年から市内でカリフォルニアプルーン祭が開催されていた。2001年に祭りの名前はカリフォルニア乾燥プラム祭に変更され、2003年初期には湯場サッター地域で15年間続いた祭りの終わりが、同社取締役から宣言された。これは主に費用の上昇。 スポンサー確保の難しさ及び他の祭りとの競合が理由だった。ユワシティは小さな都市であり小売業と健康管理が経済の大きな部分を占めている。著名な雇用主としては、ゼウェクオートグループ、ヒルバーズインコーポレーテッド、シャープソフト及びイエーガーコンストラクションがある。この地域では農業も重要な産業の一つである。飼育パレード、編集、 ユバシティは少なからぬシー教徒がいることで知られている。この地域のシー教徒数はアメリカ合衆国の中でも最大規模なものとなっており、インドのパンジャブ州以外では最大である。毎年11月第1日曜日、アメリカ合衆国、カナダ、インド、イギリスなど世界中のシー教徒がユバシティで開催されるパレードに参加し、その聖典である グルグラントサーヒーブを1708年に受けたことを祝っている。4.5マイルに及ぶパレードでは、出しや参加者の行列がある。2005年のパレードには5万6千人、2007年のパレードには7万5千人来し8万5千人の、飼育教徒あるいは非飼育教徒の見物客が集まった。2008年にも、推計8万人が集まっており、 北カリフォルニアでは最大級の祭りになったと考えられている。カリフォルニア州議会では上院の第4及び下院の第2選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第2選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス13となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。ユバシティ高校ユバシティの公立学校は、 ユバシティ統一教育学区が管轄している。高校はユバシティ高校など3校と継続学習高校1校がある。私立のキリスト教系高校も1校ある。ユバシティチャータースクールは幼稚園生から12年生まで教えている。高等教育はユバコミュニティカレッジ学区にあり、隣のメアリーズビルにユバコミュニティカレッジがある。地域の主要新聞は アピールデモクラットである。この新聞はメアリーズビルで印刷されているが、地域全体で購読されている。市内ではサクラメントビーも販売、購読されている。mysytv.com は地域行事をテレビで放映している。市内にはラジオ放送局が3局あるだけだが、他にも地域内にはいくつかの放送局がある。ありがとうございます。